飛行場、飛行場、飛行場、英語、ラダロームは、航空機が離陸、着陸できる場所を言う。飛行場は、航空機が離陸、着陸できる場所を指し、基本的には、空港も含んでいる。2009年時点で、上空から、その存在を認めることができる空港や飛行場は、全世界に約4万4千箇所あり、国、地域別に見ると、 米国に15,095、ブラジルに4,072、欧州に3,383、日本には176あった、とアメリカ中央情報局のファクトブックには記述されている。これはコンクリート、アスファルト以外にも草地、土、砂地、砂利などでできた飛行場を含んでおり、中にはすでに使われていないものが含まれているかもしれない、という。 世界初の飛行場は、ライト兄弟が活動の拠点とした、ハフマンプレリーとされる。国際民間航空機関、ICAO では、飛行場の中でも、旅客、貨物などの輸送に使われ、港のような役割を持つ、公共用の飛行場を、特に、エアポート、空港と呼ぶ、としている。日本の航空法では、航空機の離着陸のように供する施設を飛行場と、定義し、 空港法、旧空港整備法、昭和31年法律第80号では、その中でも、主として、公共用飛行場を空港と定義している。飛行場は、民間用、軍用、軍民共用といった形態でも分類される。民間飛行場はその国の航空当局により、管轄され、軍用飛行場は、軍隊、日本では自衛隊により管轄運営される。 日本の三沢飛行場のように、アメリカ空軍が管理運営し、完成は航空自衛隊が実施している飛行場に、日本国内の定期航空路線の航空機が発着する共用飛行場もある。なお、共用飛行場については、名称は飛行場であるが、日本では空港法で定義されている。民間用の飛行場は、用途によって大きく二つに分類される。 公共のように供することを目的とした飛行場を公共用飛行場を、そうでないものを飛行用飛行場という。飛行場に主として発着する航空機のうち最大のものが乗用できるように計画、設計される。飛行場は全体の敷地内に滑走路、着陸隊、滑走帯、誘導路、エプロンといった基本施設と、また、 定期航空運送事業者が利用するような規模の大きな飛行場では、夜間運用に必要な滑走路等をはじめとする航空投下施設、無線誘導により航空機を軽機侵入させる航空保安施設、無線誘導施設などが必要となり、基本施設に合わせて計画、設計される。飛行場の基本構成はハード及び ソフトを含めて1944年12月7日にシカゴで採択された国際民間航空条約コンベンションオンインターナショナルシビルアビエーションいわゆるシカゴ条約により147年4月4日発足した国際民間航空機関インターナショナルシビルアビエーションオーガニゼーション略称 ICAO が定める飛行場を設置する際の推奨標準に基づいて設計される 日本国内においては、航空法昭和27年法律第231号に基づく安全基準が適用される。飛行場周辺には、航空機の安全のために制限表面が設けられ、物件の設置や無人航空機の飛行が制限される。交通量の多い飛行場周辺には、航空交通管制権が設定され、飛行場管制業務が行われている。 その空域周辺ではターミナルレーダー管制が飛行場と飛行場を結ぶ航空路では航空路管制が行われる。日本では飛行場管制及びターミナルレーダー管制は国土交通省航空局の空港事務所や自衛隊または在日米軍が航空路管制は国土交通省の航空交通管制部に所属する航空管制官により行われ。 正式名称を空港ではなく飛行場としている飛行場は共用空港が多い。日本国内で飛行場を設置する場合には航空法第38条の規定に基づき国土交通大臣に設置許可申請を行う必要がある。飛行場の建設用地選定で重要なのは航空法第49条に規定される航空機の離着陸に必要な無障害物の空間。 制限表明を確保することである。また、航空法に規定のある各種基準を十分に満たすように綿密に計画しなければならない。大規模の飛行場設置計画の場合は、飛行場計画地の属する各自治体に各種の事前調整を行い、環境影響評価手続き等を行う場合が多い。また、航空法第39条第2項の規定に基づき、 航空機の発着経路の直下にあたる地域住民と周辺住民、利害関係者に対して必ず公聴会を行う、要義務付けられる。国土交通大臣が申請を許可した場合、国は航空法第40条の規定に基づき当該、飛行場の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日を 告示するととに、現地において、これを掲示しなければならない。設置許可を受けた申請者は、申請書に自ら記した、工事完成予定期日までに工事を完了する、必要がある。完成後は、航空法第41条の規定に基づく、国土交通大臣による、完成検査に合格し、空港設置申請者において、共用開始日を定めて大臣に提出しなければ、 ならない。これを受けて、航空法第46条に基づき国が行う、供用開始の告示を経て、供用開始日において、初めて営業を開始する子が可能になる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。